ら、学園長、お昼寝の邪魔をしてしまいましたか？お、昼寝？まだ寝ぼけてるみたいですね。実は、私も先ほど仮眠を取りました。学級担任って大変ですよね。姫子、私たちは。ん？どうしましたか？いえ、ただ、よくわからないの。私、夢を見たのかしら。ハイペリオンで指令を出し、宇宙の奥を飛んでるような。面白そうな夢ですね。そういえば私も最近夢を見たんですが、ちょっと、なんて言えばいいんでしょう。もしかしたら、笑われるかもしれません。え？そこまでのことじゃないでしょ？それはどうでしょうね。受け持ったクラスの子たちが卒業して、学校を出るときに、生徒たちと私が抱きしめ合って、バカみたいに笑って泣く夢を見たんです。それは、考えてみたら、よくあることじゃない。卒業シーズンになると、大体そんな感じよ。でも、担任になったのも、生徒たちが卒業するまでずっと一緒なのも、今回が初めてですよ。そう考えると、結構プレッシャーを感じてしまいます。そうよね。問題児だらけだし、本当にお疲れ様。そんなことを言ってくださるなら、学園長、機会があったら、飲みに付き合ってくださいね。それは姫子がゴーヤ酒を飲めるかどうか次第ね。さすが学園長ですね。あ、待って。そういえば、学園長が募集したワイン一樽、まだ返してもらってないじゃないですか。ケチですね。ん？ああ、あれね。多くの木でできた樽でしょ。安心なさい。私がこっそり飲むわけないでしょ。誰かさんがそれをウォーターサーバーのように使うのを阻止して、量が酒の匂いで満たされないようにしなくっちゃ。そうよね。まあ、いいでしょう。学園長、本題に入りますね。今年の体育祭の計画書、ここに置きますから。私、今、何が起こったの？君は今、己の潜在意識を打ち破ったんだよ。おじい様？どうして？緊張しないでくれ。僕は君の潜在意識の一つだ。君が自身を認識するために参照するものに過ぎない。理解できたかい？喜ばしいことだよ。潜在意識のランダムな揺らぎの中で、君は偶然自分が夢を見ているという事実に気づいたんだ。